こんにちは、新川崎雲山堂の青地直樹です。これからお仏壇の点検作業を行います。お仏壇の外側の、くるんであった梱包材料、段ボールや、パッキンなどは一度取り除きました。で、外側の状態を見たので、これから中の様子を見ていきます。お仏壇は、高さが72センチ、幅が55センチ、奥行きが42センチというサイズで、シリン型という形の、明るめの、欅色、明色と言われる色ですね。こちらで仕上げてあります。材質はニレという欅の仲間の木ですね。で、外扉の中に、障子はついてない形の、お仏壇です。中の状態確認しまして、特に傷等もありませんし、仕上がりもきれいにできております。また、こちらに入っておりますものは、これは猫戸といいまして、この部分の扉ですね、左右にパタッと開く扉が引き戸なんですけども、つけておくと中でガタガタっとしてしまって外れたりして傷つくので、このように別に送られてきております。後で梱包を外して状態を確認いたします。またもう一つのこちらは、一番上の段に置く高欄というものです。高欄はこの両脇に置く飾りの柵のようなものですね。こちらもとても繊細なものなので、つけておいて転がったりとかするとやはり中傷つけたりしますので、こうやって別にくるまれて送られていきます。これも後で梱包を外して確認いたします。全引きも一度引き抜きまして、裏表きれいかどうかをきちんと確認いたします。引き出しの中も同様に両方とも引き出して、状態を確認いたします。不具合がなく、綺麗な状態ですので、これでお客様のところにお届けに伺おうと思います。また、これから綺麗に梱包し直してお客様のところにお届けに伺います。ありがとうございます。